それではテキスト第 2.4 節の条約付き序算に進みたいと思います。まず整数の条約付き序算について復習しておきます。で、整数の条約付き序算の性質としまして、我々が知っていることですけれども、A と B を整数として、で B が正の時に、ある Q と R、 整数と Q と R が存在して、A が、BQ プラス R に等しいと。でそれから、ちょっとここでは書き忘れましたけれども、かつ、R は、0以上 B 未満の範囲で、こういう条件を満たす、Q と R が存在すると。ということが、整数における序算の性質として知られております。で、以後ではこの A の B による序算のことを A÷B と書くことにします。で、ここではその今のですね、整数の条約付き序算に現れた各記号の呼び方などを定義しておきます。A と B と Q と R を先ほどの定理に出てきた数とします。で、この時に、A をのことを非助数 dividend、それから、B のことを助数 divisor、それから Q のことを小 quotient と言いまして、この小についてはその A を B で割った際の、小ということで、quotient の頭文字を取って Q を AB というふうに書き表します。それから、R が剰余、リマインダー。で、これは、A を B で割った際の剰余として A モド B というふうに書くことにします。それから、あと、小と剰余を同時に求める計算ですね。この今回の Q と R を同時に求める計算は、A÷B の結果を Q と R、小と剰余の Q と R の組に代入すると。まあ、こういう記号で表すことにします。では次にテキスト第 2.4.1 節の多項式の剰余付き序算に進みます。ここでは AX と BX をそれぞれ整数係数の多項式としまして、BX をモニックとします。さらに A と B の次数については A の次数を K、B の次数を M としまして、で、K は M 以上であるものと仮定します。で、このような多項式、与えられた多項式 AX と BX に対して、多項式の剰余付き序算を行うことにします。それでは早速ですが、その多項式の剰余付き序算のアルゴリズムを示します。ここでは、その多項式の剰余付き序算として、この A と B ですね、を取ってきて、こう序算を行うわけですけれども、入力としては AX が整数係数の一変数多項式、係数がこのような形で与えられているものとします。また、BX はやはり整数係数の一変数多項式で、このような形で与えられているものとします。で、AX の次数は K 次で、それから BX の次数は M 次。ただし、BX はモニックである点に注意してください。で、この K と M の間には、K が M 以上という関係が成り立っているものとします。で、これに対して、出力としているものは、まず QX。これは K-M 字の、多項式、一変数多項式ですね。それで、RX。これも M-1 の一変数多項式で、どういう関係式を満たすかというと、AX が QX×BX プラス RX に等しいという関係を満たす多項式です。ですので、この Q と R はそれぞれ AX を BX で割った際の小と剰余を表しています。それでは、このアルゴリズムの各ステップの動作を実際に見ていきましょう。まずステップ1では、これ i が k から0の範囲で、この ri という係数にこの ai という係数を代入しております。で、この ri は何だったかというと、多項式の剰余を表す係数で、 ai はこれは
与えられた非常多項式 A の係数なわけですね。ですので、このステップ1番ではこの、多項式の乗与 R という R にですね、あらかじめ、非常多項式 A をそのままそっくり代入しておくという、操作を表します。で次に、2番目のステップではこの変数 i が、k-m から、0までですね、1ずつ減少させながら、以下の計算を行っています。まず最初に r の i プラス m の値をそのまま qi に代入しております。qi というのは、この多項式の乗与の小の中にある係数でした。ですのでここでは現在その操作をしようとしているその乗与多項式の乗与の中で操作の対象となる一番次数の高い係数をそのままこの小の i 次の係数としております。でこれはどういうしてこういうことをやっているかというと、助多項式ですね、ワルホの多項式がモニックであったことに注意してください。モニックの多項式で割るのですので、その小の係数はそのままこの消そうと今消去しようとしている乗与の係数をそのまま小に使えばいいわけです。で、次のステップでこの r の i プラス m に0を代入しておりますけれども、これはこの序断の最初の段階ではこの r の i プラス m 次の係数を0にするという操作を行っておりますので、もちろんこれはですね r の i プラス m にその qi をかけて引いてもいいわけなんですけれども、どのみちこの係数はこのステップで0になることは分かっていますので、最初からここで0を代入しています。そして今度は変数 j に関して j が m-1 から0に減少していく間にこの r の i プラス j 次の係数からこの qi かける bj という係数ですね。で qi は小の i 次の係数で、bj はその助多項式 b の係数ですので、ですのでこの場合は qi 倍の多項式 b をこの r から引いていると、R の、しかるべき実のところから引いているという操作を表します。で、以上の、操作をですね、この i と j のループに対して繰り返しまして、で、そこで出来上がった、q と r を返して、処理を終えるということになっております。テキストの第 2.4.2 節は、多倍調整数の乗与付き助断ということになっておりますけれども、これはこの節の内容のほとんど主要な部分が演習問題になっていることもありますので、今回の授業では内容を省略いたします。今回の授業のまとめです。今回は一変数多項式の乗算のアルゴリズムとその計算量の見積もりをまず行いました。でそれから、その一変数多項式の乗算を踏まえまして多倍調整数と単精度整数の乗算、それからそれをさらに発展させて多倍調整数同士の乗算のアルゴリズムと計算量の見積もりを行いました。でさらに今度は乗算に関しては整数の乗与付き乗算とそれから多項式の乗与付き乗算について取り上げまして、多項式の乗与付き乗算のアルゴリズムを示しました。次回の授業では第4章ユークリッドの誤助法から進みます。で今後は第4章テキストの第4章の方を扱います。で次回の内容としましては教科書のテキストの第 4.1 節から第 4.3 節の内容を中心に扱いますので、必要な人は予習をしておいてください。それでは今回の計算基礎学1の授業を終わります。お疲れ様でした。